皆さんこんにちはレックス専任講師の赤松です今回は実践力パープ講座九述についてその特徴をお話しさせてくださいはい前の画面えご覧くださいえ特徴として五点挙げておりますまず予想論点が満載実務感覚を養う改正論点も満載 記述の思考力を養う。そして枠ずれの最大の要因であるメイン登記。これはさまざまなバリエーション練習していただきます。はい、こちらの実践力パワーアップ構図の九千。百個問題集という。一問一答形式で合計百問の問題が入った。こちらのテキストを使用していきます。え、そして、そのテキストを通じて、今の五点。こちら、皆さんの力をしっかりと養ってまいります。じゃ、それぞれについて。 テキストのサンプルを簡単にご覧ください。まず1番、予想論点が満載。重要論点の第8項、譲渡担保、譲渡担保契約による解除。はい、これは令和5年の本試験で出題されていました。当然本試験で出題されてから入れたのではなくて、えー、もともとこのテキストに入っていました。 はいこんな感じの一問一答形式のテキストになっております。はいですの、ね、まずこのテキストでしっかりと学習していただければ本試験で出されそうな雛な形これはしっかりとマスターしていただけるという形となっております。はいそれでは次に実務感覚を養うというのはどういったことなのか。 はい例えばこんな論点です重要論点第十五項非相続人の同一性を証する情報という論点はい所有者が東京都中野区中野十丁目十番十号と登記されています次にベッシ一戸籍当本戸籍の全部事項証明書が出てきますはいこの登記名義人太郎が、えー、亡くなっているわけです。 あごめんなさいくなっているのは下の次郎の方でしたこちらの次郎がなくなっていますでこの戸籍上なくなった次郎が、はい、こちらの登記記録の河野次郎これと果たして同一人物なんだろうかこれが、えー、実務上は極めて問題となります実務で実は相続登記で一番難しいのがこの点被相続人の同一性を称するという点です、まあ、これができるかどうか、えー、本試験は実務課が作成しています なので実務的な感覚これは通常の講義で養う養うことはなかなか難しいです。でも私の講義では極力ですねそういった実務的な感覚この問題を通じて皆さんに提供していきます。はいこのようなね感覚を養うことで本試験問題実務家作った問題ですねこれに対応する力を養っていきます。三点目改正論点も満載。 は,はされています、はい、そしてその後これは相続関係図でこのように「遺産分割協議」法定相続登記はされた後遺産分割協議、まあ、これが成立した場合はどんな登記をすることになるのか、はい、このような直近の不動産登記の改正論点も満載となっております。 四点目、記述の思考力を養う。本試験の旧式問題、単にひな形を書いてくださいというレベルを超えるものが非常に多いです。で、特に重要になってくるのが考える力。ここではどういった論点が問われているんだろうか。何が問題なんだろうか。やはりこれも、えー、実務家が、 えー、実務的な感覚,、えー、感覚から出してきますなので、えーまあ、単に思考力を養うといっても少しまあ難しいですけれども、えー、その学問上の思考力っていうことではなくてやはり実務化目線で見た思考力です、まあ、それをしっかり養っていくということが重要です。例えばこれが一例、はい、これテーマは「大弁災」第49項大弁災となっています。 等権者が3フレンズ FG、はい。この抵当権について代弁済による移転登記をしていくわけですけれどもただ、はいえー、それだけの問,、ま、問題ではありません、はい、こちらの登記事項履歴事項証明書照合本点見てください確かに株3フレンズ FG となっています。 はい、こちらの定都権者も株ーフレンズ FG じゃあこれ同一会社であろうかこちらの履歴事項をご覧いただくと株ーフレンズ FG に称号変更してるんだけどその日付が令和5年3月17日その前は株ワンフレンド FG だったわけです、はい、令和5年にこの称号になってますでもう一度この前のページをご覧いただくと、えー、こちらの株ーフレンズ FG 登記を受けているのは平成27年はいということはこちらの会社は平成27年の時点では称号は株3フレンズ FG ではなかったわけだからこれは別会社ということになりますはいじゃあこの別会社が一体どんな経緯でつながっているんだろうかはいまあ例えばこんなことを考えていただく問題です 大弁裁で結果としては低当級の移転登記をしていただくっていう問題なんですけどその前提として、ね、今ご覧いただいたこの2つの会社の関係そこのつながりをどうやって埋めていくんだろうか。はいまあ、こんな形で、まあ、それぞれ100個ございまして各テーマ遺産分割協議だとか大弁済だとかいろんなテーマがあるんだけど単に大弁済を登記をしてくださいそういった問題の域を超えています。 祭の,のひな形を考えつつ例えば今のような問題この両者の関係をどうつないでいったらいいんだろうか一つの問題を解きながらいろんな論点を考えていただくそんな工夫が凝らされています。これによって皆さんの旧式問題で必要とされる記述の思考力そして思考力といっても実務的な思考力ですすこれををししっっかりと養ててていいきききままそして本試験に対応できる力をつけていきます。 はい、では、五点目ですが。はい、皆さん、最も気になる、枠ずれ、ですが。最大の要因は、やはり、メイン登にございます。はい、こちらの、記述テキストでは明変陶器、メイン登記、さまざまなバリエーション。準備しています。皆さんが、いろんなメイン登に対応できる、力を養っていきます。はい、例えば、こちらは第91、第九十一項、メイン登 住所移転と住居表示実施があった時92項の1名変登記で共有関係になっている場合の名変登記92項の2名変登記でそれ以外共有関係以外はいまああのこの前の画面でマーカーになっているところがポイント。 になる分なんですが、まあ、共有関係、まあ、片方は所有者だけど、まあ、これで名変が生じて、えー、こんな感じでいろんなひな形です、ね、あ次もありました92項の3これも名変、えー、関係他ということで <laughs> はいこれは両方とも単独書類になってますが、はいまあ、こんな感じでいろんなバリエーション数回の重書移転これ九93項の1となってます。 九十三条に同じく数回の住所移転。はい、このような感じで名、えー、変登記、えー、いろんなバリエーション準備しています。私が、えー、少子になったのがもう二十五年以上前なんですけれども、えー、初めて 私が書書士になってから勤めた事務所、そこの所長さんに言われたことがとにかく名変登記が一番難しいんやということを言われました。まあそれはあの私もねまさしくその通りだと思っています。まああの本試験でも名変登記難しいんですけども、実務は本試験以上に難しい問題点がいろいろとはらんでいることがあります。 はい、ですのでこの名変陶器につきましてもさまざまなバリエーション、まあ、これを皆さんこちら練習していただきます。合わせてやはり、ね、この本式の記述に対応するには実務の感覚これが必要になることがありますのでこの名変陶器につきましても、えー、合わせて実務的な感覚ですねこれをしっかりと養ってまいります。 予想論点が満載実務感覚をしっかりと養っていきます改正論点も満載ですそして4番まあこれがまあ私ね一番皆さんにお伝えしたいところなんですが記述の思考力を養う特に単に思考力ではなくて実務的な思考力ですこれを養うことで実務感覚の本試験問題に対応できるこの力力をしっかりとつけていく はい、そして5点目、えー、枠づれの最大の要因となる「免疫陶器」さまざまなバリエーションご用意しておりますからこれで、えー、しっかりとした免疫陶器に対する力これを皆さん養っていただきます。はい、こういう形で合計、えー、盛りだくさんの、えー、100問の問題が掲載されている問題集となります。はい、こちらの記述編のテキストを使って、えー 講義の方を進めてまいります合計100問ございますがまあざっくりと1問あたり10分程度で解説を進めていく予定となっておりますはい、皆さんぜひこちらのテキストを使用してしっかりとした記述の基礎力から応用力これを身につけて本試験の記述問題に対応できる力それを養ってまいりましょう はい、では実践力パープ講座九千の特徴についてお話をさせていただきました。ご静聴ありがとうございました。